い、こんにちは。大志くん、いよいよ来ましたね。はい。ここのポイントは何ていうとこですか？多分、ウースーガンですね。ウースーガンですね。ウースーガンですね。多分、ウースーガンですね。わかりました。どうですか、気温の方は？気温は、まあ、南国かなって思いつつも、初日南国やったんですよ。ただそっからロンティー、夜はトレーナー。でも日本よりは格段にあったかいですね。と言いながら、お二人、足が出てます。そうですね。寒くないですか？まあ、もうやるしかないですよ。わかりました。じゃあ、風邪ひかない程度に楽しんできてください。はい、まあ、ここだけの話、多分僕30分で上がります。ここだけで。実はナンバーさんも寒いんで、早く引き上げましょう。尺伸ばして長くしてるふり、僕頑張ります。わかりました。じゃあスローが多くなると、ちょっとごまかしてるなと。スローとリプレイ。そうですね。スローとリプレイメインで。はい、わかりました。じゃあ頑張ってきてください。はい、行ってきます。OK。はい、こんにちは、ナンバンです。いや、大志くんがね、ウースガンって言ってましたけども、間違いではないんですけども、我々はウーシガンと呼んでるんで、ウーシガンが正解です。いや、しかしね、もうこの日は寒くてね、大志くんはもうやる気がないので、もう帰りましょう。撤収。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか？ちょっとダウンしちゃいましたね。あと、一本一本。わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。寒くてね、頭が回っていませんでした。さあ、栗木翔太郎が乗っていく。しかし、パワーのない波。さあ、そして大志がエアリバース。しかし、インコンプリート。あんたたちは何ショットね、みたいな、そんな感じで。さあ、来た。カモン。タカト、カットバックからのスープにアプローチ。そしてプルアウト。お、大志がいい波。ナイストップターン。そしてもう一発。お、やる気がやっぱねえわ。腰がなよっちょぞ。お前寒さに負けちょぞ。みたいな。そんな感じで当て込んでいきます。いやーね、ほんとね、ここはね、デートスポットにね、もういいところなんでしょうね。結構ね、カップルが来てましたね。しかもね、こっちのカップルはね、もう手をつないでるんですよ。あんたたちはもうその手と手の間、もう汗ばんじょっちゃねーっていうぐらい、もう手を握りしめていましたね。そしてマスクの上からもうチュッチュッチュッやってましたね。お互いマスクしてるんですよ。しかしチュッチュッチュしてるんですよ。特にね、駅の校内っていうか、ホームとか、ああいったところでもうイチャイチャしてましたね。いやー、宮崎人なので僕ら田舎者なんで、もうそれがね、すごくね、うわー、なんやこの人たちはみたいな、そんな感じでジロジロと見てました。田舎者です、私たち。さあ、波はね、パワーゾーンがあればいいんですけど、ないともうしょぼい波です。この日はね、本当に寒かったです。そしてパワーもそんななかって、そうですね、我々の貸し切りやったですね。その中でだいぶみんな遊んでました。ようやるわ、みたいな。しかもね、見てください。海パンですよ。あんたたちは元気やね、みたいな。そんな感じでガッツポーズしております。元気です。お、タカトがビッグサイズを掴んだ。そしてどうする、料理する、何すっとねみたいな、おお、当て込んだ。そしてもう一発、しかしインコンプリート。カメラがバーン、大使を捕まえた。さあ、スピードアップからのフローターからのエンド、決まりました。やりますね。さあ、翔太郎がテイクオフ。まずはパンピングでスピードアップ。どうする、当て込む。そしてプルアウト。さあ、もう一発行こう。まずはカーブ、そしてパンピングからのリエントリー、行った、決まった。そしてプルアウト。さあ、タカトが行った、どっち行く、レギュラー行った。スープにまずは当て込んで、
オープンフェイスに出て、おー、いい感じ、決めた、決めてきましたね。お、もう終了ですかね。上がってきました。さあどんな感じだったのか詳しく話を聞いてみましょう。はい、お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。どうでしたか。でも腹ぐらい、胸近くの波来てて、波によってはこっちとこっちの間なくなっちゃうんですけど、いい波キャッチすればこっちとこっちが最終的にいい感じでこうブワーってダブルアップみたいな感じでしてきてくれて、割と折れたセクションでファイン最後のアクションできるとこありましたね。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それではここはどうでしょうか。ここは9分にやってまいりました。噂というか、なんか諸説あるんですけど、千と千尋の神隠し、あのジブリで有名なの舞台になった、まあ街並み、まあそうですね、あのモデルになったところなんじゃないかと、まあ有力な説があるところです。もうここだけでわかるんですけど、やっぱちょっとあの物語の舞台に似てますよね。やっぱそうで、グッズもすごい置いてるよね。顔なし、働かないと舞台になるところなんで。なんかここ、あの9分っていう名前なんですけど、ここを開拓した人たちがこの土地を9等分したっていうのがなんか由来っていうのを僕はちょっと聞きましたね。雨でも観光客多いんですけど、とりあえず行っていきたいと思います。それでは行きましょう。これが10分なのか、15分なのか、それとももうすぐ終わるのか、先が見えません。ここで、ここで今ご飯を食べてしまったら舞台になってしまうのかもしれません。それっぽいのあるよ、それっぽいの。それっぽいの、あ、ほら、これ舞台になるやつや。あの意味わからん、うまそうなとろろのやつ。ほいただきたいところやけど、ちょっと舞台になりたくないから、行きましょう。今のはカルチャー出てましたね。カルチャー出てた。あれ日本じゃなかなか食べれないですよ、うん、ああいうこう もろというか、もろそれっていうのはなかなか姿そうそうそう、ちょっと僕用事あるんだ。なんかどっかに、絶対これじゃん、どっかに赤いやつでしょ。じゃあちょっとこの辺人が空いてきたんですけど、やっぱすごい人気なところっていうのもあって、日本人の方もちらほらいらっしゃったり、いらっしゃらなかったり、何組かは発見しましたね。ちょっと先に進んじゃいましょうか。すいません、お待たせしました。あ、今度ちょっと登ったけど下り出してる。めっちゃ降りよ。やっぱりここ今回台湾来て初めて、もうザ観光地やから、お土産のテイスティングとかがある。それはちょっと今回の台湾初かもしれへん。なあ、これはなんかもっとゆっくり見たかった。うん、すごいな。これ多分全部見たら時間かかりますね。そしてびっくりするぐらい日本人いないです。いや、おったおった。あ、本当？さっきおった、何組かおったで。声がやっぱ聞こえへん、周りの人の声が、雨とかで。しかもここだけの話結構かわいい。なんで行かないの。なんで行かないの。いや、もうどっか行ってもだから、もう俺がそれズボンやってる間。あ、そう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 。これで頑張るよ。2人やった。いや、行ってよ。でも多分おるんちゃうかな、行ったら。
あ、先に行ったの。うん、先に行ったから。いや、俺らより早いことないし、絶対寄ってるし、僕ね。まあ、いいか。やった。あ、来てた。テイスティング、いただきます、これちょっと。はい、じゃあ、いただいて、いただいて。俺は、いらない。あ、フォー。これは何やろ、イカかな。あ、はい、頭切れてる。イカかな、これ。ちょっといただきます。うん、イカよ。おいしい。イカフライ。イカフライのちょっと塩コショウ味みたいな。なんかどこ行ってもイカありますね。うん。これでも何の渋滞？これ先行っちゃう？先行っちゃいましょう。あ、台湾のお酒屋さん。初めて見たかも。ちょっと白飛びしてるかな。初めて。ちょっと梅酒やら何やら美味しそうやけど、ちょっと後で行こう。これは帰り全振りしよう、うん、どこが本番なんだろう。多分帰りここ通んない。マジ通るかな、わかんない。あ、聞いてみて。なんかあの通って美味しい。通んない道もあります。通んない道の方が早く帰ってこれる。じゃあよっぽど行きたいお店だったら入っちゃうの。そのまま帰ってこれるのにめっちゃ、まあ、遠回り。そうです、そうです。で、特になんかこれといってザ・メインみたいな、うん、やっぱちょっと食べ物は独特の香りが。ここはでも何時までこんな感じなんやろ。あ、かわいいかわいい。あ、結構これ映える感じの。いただきます。なんか怒ってますね。なんかやばいのが。優しい人ばっかりで。あ、ソリー。お、いやー、なんか何も買わないのはもったいないな。俺これズボン買ったわ。なんかちょっとなんか怪しい感じのネオンが。まさか30歳にして半ズボン履くと思わなかったよ。あ、ちょっと映えてるような。いっぱい売りしてるならいいじゃないですか。もう取っとこうか、これ。こっちの方が取ってたかな。まあアジアといえばこういうことですよね。まるまるもうもろもろなやつですよね。人が増えてきた。やっぱみんな取ってるやん。すごい。右左と寄り道。右か左、右。あ、嘘。右がね、見て。絶対良くない？右。これ、あそこに出るんじゃないかなって思うんで。撮ります。いいよ。やばい。あ、ぽい。降りちゃいますよ、これ。あ、どっちでも降りるでいいや。あ、別に降りたらあのいい感じのスポット行くよね、これ。そうですね、それか、あっちから行ってもこうなんかこういう建物が見れるところがあって、それ多分もうちょっとあっちだと思うんですよね。じゃあこっち行くか。多分こっちだと思います。はい、なぜか司会進行役側の何も分かってない。右？右じゃない？さっきのまっすぐやったら。やばい。どん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 雨足が強くなってきた。パイナップルケーキ？台湾名。有名だよ、有名。え、なんで商談ごしそう。もういいかな。もう
見た時には4月かもしれない。確かになんか水滴ちょっとついてんな。あ、ちょっと開けてきたよ。さあ、ここが9分の展望台ですね、はい、この日はね、もうすっごく雨が降ってて、ね、もう見えません。そんな感じで晴れてる時はこんな感じで綺麗なんですけどね。なんか今店員さんに伺ったんですけど、やっぱりちょっと人が観光客、日本人観光客が少なくなってるみたいで、コロナになる前はやっぱりもっと日本人観光客で賑わってたみたいですね。ちょっと昔の勢いを取り戻してもらいたいなっていう気持ちですよね。雨の中の9分を見ながらお別れしたいと思います。いや、しかしね、ほんと綺麗なんですよね。雨さえ降ってなければもう最高だったんですけどね。さあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。台湾ツアー、こんなところで終わります。また見てね。バイバイ。